キリト君、いいところに来てくれた。ちょっと聞きたいことがあって。言いたくないことだったらそれで構わないんだけど、あなたに聞くのが一番いいかと思って。私たちってアインクラッドに来たの最近でしょ。だから月明騎士団だっけ。それとヒースクリフについて教えてほしいの。それでヒースクリフは？ニュースで何回も聞いたよ、その名前。その人、今は？頼まれた買い物とは関係ない店だったけどな。ちょっと寄り道するぐらいいいじゃない。いやー疲れた疲れた。ちょっと頑張りすぎちゃいましたね。が重いような、なんか真面目な話でもしてた。キリト君にヒースクリフのこと聞いてたんです。ヒースクリフ、なるほどね。あの私も聞いてていいですか。装で起きたことあんまり詳しく知らないんで。それ私もよく知らないのよね。一緒に聞かせて。よし、そのことについては俺から説明させてくれや。多大な犠牲を払いつつ、俺たちは75層のボスを倒すことに成功したわけだ。その後だ。ヒースクリフがイモータルオブジェクト、不死存在だってことに気づいたのは。最強の味方の一人が、実は最悪の敵ってシナリオだったわけさ。その目論見を暴かれ、ヒースクリフはこう言い放つ。1対1で戦って勝てたら、75層でこのゲームを終わりにしてやると。答えは決まってる。
いいだろう。決着をつけよう。勝ってこの世界を終わらせる。戦いは苛烈を極めた。こっちの二刀流に対し、ヒースクリフは新聖剣というすげえエクストラスキルの持ち主だ。左右から攻撃を繰り出せば、非常な正確さで的確に攻撃を叩き落としていく。防戦一方かと思えば、こちらの隙を見て確実な一撃を仕掛けてくる。戦いは続いた。しかし、諦めるなんてことはありえない。奴が見せた一瞬の隙をついて、ソードスキルを叩き込む。ジ・エクリプス。ごっくり。それから?地響き、暗転。そして世界は真っ白に。こうしてヒースクリフを見事打ち砕いたってわけだ。まったくハードなミッションだったぜ。ちょっとちょっと、それをしたのはキリト君でしょ。でもびっくりした。キリト君が世間を騒がせたあの大事件の首謀者を倒したなんて。ですよね。キリトさんはやっぱりすごいです。最後のボスを倒したんですから。でも終わってないじゃない。実は強かったんだ。ちょっと感心したわ。そうです、パパはとっても強いんです。向かうところ敵なしですから。いいじゃないのキリト君、娘に自慢されるなんてパパ冥利に尽きるんじゃない。素敵ですよ。私、パパもママも大好きです。ありがとう、ゆいちゃん。説明してくれてありがとうね、キリト君。いろいろ分かったわ。ありがとう。よろしく頼むわね。知らないからちょっと片付けておこうと。
ゃなくて、お店が散らかっていたらお客さんへの印象も悪いでしょ。そういうわけだから、キリトにも掃除を手伝ってもらおうかな。そうね、とりあえず武器の中であまり質が良くないものを集めてくれる？全部練習用に居直そうと思うの。いらっしゃい。